生クラ刀が銀河紙に変わるとは、いやはやうまくやったものよ。これで高田の国とも手切れとは、なんとも名残惜しい限りじゃわ。小川原とも無ごいことをしよる。ん？月見つめば、うわ、皮肉なものよ。旦那様も人遣いが荒い。
上出来だね。どうした？まあ今更別の門になんて慣れやしないんだ。